お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガデッキチャレンジ、こちらのねチャレンジを攻略していきたいなと思います。というわけでね、これ残りも2日ぐらいしかなくて、僕が動画上げてる時にはもう1日何時間とかかもしれないんですけど、報酬がね超豪華です。なんかトークンも全種類もらえて、スーパーレアとかもね合計20枚、さらにはウルトラレアも2枚もらえるという非常にね、ありがたいチャレンジが来てますので、皆さんまだやってない方はぜひね僕のデッキを参考にしつつクリアしていただければいいかなと思います。でチャレンジ上げるのちょっと遅くなって申し訳ないんですし、もともと上げるつもりがなかったんですけど、ちょっとコメントとかで上げてほしいっていう声がちょっとあったので上げます上げます。というわけでデッキですね。はい、ちなみにデッキこれね考えました。マジ朝5時ぐらいに考えて、なかなかね完成せずに、このチャレンジ僕向いてねえなと思って、今までメガデッキチャレンジやったことなくてむずっと思って、でも夢の中でも考え、合計マジ20時間ぐらい考えて熟成されてね、はい、完成されたのがこちらのね、最強デッキでございます。まあ、コンセプトとしては、枯渇要素をめちゃくちゃ入れたって感じですね。枯渇デッキなんですけども、なんかウィザードとか、ダックプリとか、こういったところもねもうおしゃれポイントと言いますか、こうメガナイトプラスダックプリとか、普通にキョスケウィザードとか、なんかそんな形を作るだけでも相手はね苦しいで、ゴブリンバレルとかウォールブレイカー飛んでくればその分こう投げればいいですよみたいな、とりあえずね、やりながら攻略していければいいかなと思います。でちょっとね、僕今回一つ意識したのが、チャレンジでいつも意識してるんですけど、なんか僕とかは多分結構いろんな1枚2枚カードが違ったところで、勝てると思うんですよ。さすがにねこう長年クロロやってますし、なんですけど僕としてはやっぱトロフィー4000とか5000とか、6000とかの方々が初めてこうチャレンジをね、チャレンジをというか、こうどうやったらクリアできるんだろうと思ってるところで、このデッキを使ったらクリアできたって言われるのが今一番嬉しいんですよ。なのでちょっとこう、コメントとかでもトロフィー6000のものなんですけどとか、トロフィー8000はクリアできるかトロフィー4000なんですけどとか、トロフィー2000なんですけどこのデッキのせいでクリアできませんでしたとか、いろいろあると思うんですよ僕は。とりあえずなんかコメントをすごいしていただけると、今後のねチャレンジの参考、どんな動画どんな編成すればいいかとか参考になるので、このカードっている意味あるんですかとか、このカード全然活躍しなかったんですけどとか、めっちゃ使いやすかったかみとか、とりあえずなんかいろいろ言っていただけると僕はね単純に嬉しいです、参考になりますと。そんなわけでぜひねコメントとか、あとチャンネル登録もねまだしてない方はぜひぜひよろしくお願いいたしますというところで、すげえ押されてます押されてるんですけど、いや僕としてはこれめっちゃ強いんですけど、なんかいろいろ形をこう模索して、考えこのデッキやってなってこのデッキにたどり着いたんですよ、最終ゴールがね。そう、僕の中で一番完成されたので、なんかこう適当に本当に出すだけだと思うんですよ。出して、なんかもう1コスとかはカード回しですね。でなんかもうウィザードとかダックプリとかスパーキーとかがもう勝手にね争って、なんか頑張ってくれる、カードパワー多いやつも入れつつで、今回多分持ってないカードを使えないのかな。なので、ウルトラレアとかを持ってなかったら、なんだメガナイトとかも、メガナイト持ってないよとかあると思うんですけど、メガナイトはなんか親衛隊でも多分いいっぽいっていうか、親衛隊が強いって聞いたんですけど、なんか僕はなんかウィザードとかダクプリとかロケット王子とかをすごい入れたいタイプなので、逆に親衛隊弱くねえと思うんですけど、なんか結構強いっていう話も聞いたので、なんかダクプリにし、ダクプリじゃねえ、親衛隊にしたり、あとインドラとかはね、もう正直もう何でもいい正直何でもいいと思うんですよ。でロケット王子とかプリンセス用の矢な目指して、何でもいいじゃ分かんないので、インドラは一応対空の枠なので、空ユニット、ハンターとかね、ネクロとか、そういうのでもすごいいいんじゃないかなと思います。いや、ウィザード最強なんですよね。こういうチャレンジ。最近気づいたんですよ、僕。ウィザードにハマってる。ウィザード強すぎて、やばい。さあ、
まだこう1コースとかで回しながら、しっかりね、形をこう作ることを意識しつつ、いや、今日スケ生きてくれ？いや、これスケに竹が行く？いや、噛みすぎる。でも、ウィザードとかも添えてあげて、で、ウォールブレイカーとかは、なんかこう単体でね、ポイってこう投げとけば、あえてね、これだけで苦しい。で、スケバレも回ったら投げて、爆破でドッカン。さあ、まあそんなわけで、ごぼうり。で、施設は、今回僕はね、はじめ2個入れてたんですよ。テスラとかも入れてて、入れてたんですけど、テスラいらねえな、なんか、檻だけでよくねってなりましたね。なんか先出しできるというか、なんかとりあえずポンって後ろから流せるカードやっぱ使いやすいよねって、後ろから出しておくだけで、まあなんとかしてくれるみたいな。まあそういったところで、今回インドラとか、もう後ろの方で出せるロケット星、ウィザードとか、まあなんかそういうユニットをね、いっぱい入れたって感じですね。さあ、これちょっと吹き矢がいかれる。いっか。さあ、このスケが地味に痛い。で、キョスケがなんか頑張ってて、タワーが折れそうですね。キョスケじゃねえ、スパーキーですね。いや、ほんとに。ごめん、これでも敵どうっすよ、僕。ダックビリ端前に流してるだけとか。まあ、こんなので、意外とタワー折れたりするので。さあ、メガナイト受けのメガナイトを、このね、後ろ側に出してあげることによって、この巨大スケルトンの爆破も無駄にしない。で、陸行きがないときは、こう、ウォールブレイカーで攻めつつのミニピをね、陸行きしていくみたいなおしゃれなことも可能でございます。これなんか、敵の攻めちゃって、スケルトン部隊が回ればペッカ回るので、守れるので、よいしょ。はい。まあ、そんなわけで、まあ、超枯渇デッキなんですけども、普通にね、メガナイトとか、巨大スケルトンとか、まあ、ダックプリとか、そういったユニットたちだけでも、まあ、タワーね、折ることができるというような、非常にね、最強なデッキです。結構ね、自信あるんですよね。僕、初めてのメガデッキチャレンジ。はい、ぜひね。まあ、意見いただけるといいなと思うんですけども。まあ、でもなんかね、このチャレンジ、大体はね、カード固定されると思うんですよ、僕的には。なんか、スパーキーとか、巨大スケルトンは入れ得。まあ、メガナイトもなんか入れ得な気がして、で、あと、スケルトン部隊も入れ得でしょ。で、ウィザードとかも、間違いなく入れ得。まあ、そう考えると多分ね、10枚ぐらいは結構固定されて、他のカード何にしようみたいな。まあ、なんか5霊とか、ダクネとかの軸で行くのか、まあ、すごい空ばっかでね、一生空飛んでるタイプなのか、みたいな。まあ、逆にこう、陸受け枯渇の、まあ、U のゴースト、ムートとかで、まあ、攻めるのかみたいな。まあ、そんなパターンぐらいしか、まあ、ないと思うんですよね。で、結構枯渇はね、王道な気がする。だからメガデッキチャレンジかな、これ。僕が出したことないだけで、出したことある人めっちゃ多そうなので、ぜひちょっといろんな他の YouTuber のも見て、参考に。すればよかったな。そう。今回僕は、独学です。ラッティン式、メガデッキチャレンジ、最強。さあ、ゴーレム来た。いや、ゴレはあんまね、僕出会ってなかったというか、考えなかったんですよ。なんか普通にウィザードとかさ、いっぱいいたらきつくねっていう。で、僕はLSP とか ISP しか、このね、インドラを処理する方法ないので、結構大変です。相手矢の雨、ちょっとうまい。ちょっとうまいですね。そう、でも、インドラがね、インドラが最強になってる。さあ、ここは、スケルトン部隊最強！いや、強すぎ。で、これ矢の雨いらねえから、もう一応打っといて。さあ、ウッド打たれる。対空がね、ちょっと僕はね、気持ち少ないのかもしれないんですけど、まあ、矢の雨とか、ファイボでね、気合で耐えてください、皆さん。まあ、そんなわけで、左もユニット残ってますし、左も狙えるし、キングも狙えるよバッコンバッコングッドゲームさあ、まあ、そういったところで、このね、僕のデッキは、非常にね、エリゴレに強いです。キョスケメガナイト、ダクプリウィザードなので、エリゴレ引けると、もうね、価値格かな、というわけで、さあ、どんどん行きましょう。スーパーレア、僕はね、あれ、あ、これあれか。サーバーアカウントなので、そうですね。どのカードをもらえても嬉しいっていうね。そんなわけで、ございます。で、いつも動画の最初にちょっと言ってるんですけど、今日言い忘れてたんで、クリエイターコードですね。宝箱、とか、エメラルド課金する際とかに、こう、クリエイターコードを打って課金すると、そのクリエイターをね、支援できますので、ぜひね、僕、ラッド RAD ですね、発行していただきましたので、クリエイターコード、まあ、課金する際は、ぜひね、僕のコードとかを入力していただけると、非常に僕もね、大量に課金できるようになりますので、
自分が課金したいだけ、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、いや、やべえですよこれ、マジ強すぎ問題ですよ。僕天才だと思うんですよね。最初作ってる時、僕マジでセンスねって言ってたんですけど、いや本当に、普通に、なんかもう競るんですよ。もう当たり前に競るし、全然勝てねえやんってなって、さ、地味にね、キングキド。いや、このチャレンジ、マジでセンスねえなと思ったんですけど、センスしかないですね。やばい、待って待って。ボムタワーレベル3だ、かわいいな。まあ、そんなことね、どうでもいいんですよ。ちゃっちゃ勝ちましょうか。なんならでもこうユニレベ低いタワーレベル8の人とかでも、もうね結構チャレンジの後半に来てますので、ぜひね、ユニレベ低いよって方でも諦めずやるとパーティーできるかもしれない。なんかやっぱクラロワってうまさもやっぱ一つ大事なんですけど、まあ、間違いなくねゲームなんで上手い人がこう勝つようにはできてるんですけど、やっぱこれデッキもう元々も大事なんですよ。元々背が高ければかっこよく見えるみたいな、もうそんな感じ。デッキが強ければまあなんとなく勝てるみたいな、まあそういうところはあるので、もうデッキが強ければ別にどんだけ適当にやっても勝てる。そう、どんだけもう可愛かったら何しても可愛いみたいなもよく言うじゃないですか。まあそういうこと、多分クララも一緒なんですよ。デッキが強ければ別にどんな人でも勝てる、はい、というのをちょっと僕はね、皆さんがもう勝てるデッキ考えます、今後もずっと。まあ、そんなわけで、もうこれでとは折れるんじゃねーっていうね。で、相手も多分ね、結構巨大スケルトンとかメガナイトとか持ってることが多いので、なんかこうブッパをするんですけど、あんま固めすぎちゃうと爆破だけでね、いっぺんに行かれるとかありますので、そこはね、そこだけはちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい、端面から適当に出してるだけで気づいたらタワーが折れます。あと3章ぐらいあったな。もう喋ることなくなっちゃったんですよ僕。チャレンジ系はね、デッキ紹介して軽くこう戦い方とかを見せてもうね終わっちゃうんですけど、まあ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 、そういうこともねあります。もう BGM がてらいね聞いていただけると嬉しいです。さあ、もう、はい、フルブッパータイミング。いや、これだってもう相手からしたら、お前どうやって守るのっていう。僕でもね、こんな形を作られると、そう簡単にはね、守れないので。さあ、スパーキー、ういミリ残り、キョスケも流行り、いや、謎のなんか形激アツ。さあ、グッドゲームと、というわけで、で、今回ね、僕、スペルを、ヤナアメ5だけにしたんですよ。なんか、スペルをね、もうちょっと入れた方がいいとか教え、なんかね、こう、配信しながらね、デッキちょっと考えてたんですけど、もっとステル入れた方がいいとか、いろいろこう教えてくださったんですけど、なんか、暇になるなって、僕はスペルがマジで手札、ヤナアメ5ザップとかで、邪魔だなって思って、スペル今回ヤナアメ5だけなんですけど、で、まあ、インドラとか、まあ、そういうのには、ISPLSP で頑張ってください。で、あとはね、まあ、ヤナアメでいいかなっていう、なんか、ヤナアメじゃなくてこう、ウッドとかザップも結構いるんですけど、ヤナアメだと、まあ、最下スケルトン部隊にも打てるし、あとはプリンセスとかロケット王子が個人的に今回のチャレンジはいると思うので、今回ないと普通にうまそうだな。普通にヤナアメがね、めちゃくちゃ強いんじゃねと思ってます。だから今回の相手なんか、普通に、さて、やるくんやりよりますね、彼は。なんか、今のところユニットの出し方に無駄がないというか、でもエリクスはこれ無駄にしてますよね。まあまあまあ、とりあえずもう、ぶっぱします。とりあえず困ったらもうぶっぱしとけばいいんだね。延命しちゃおう。延命して、でもこれはもう逆算はスパキはさよならですね。まあ、スパキはドンマイ見捨ててあげることによって、まあ、逆にね、逆サイドとか折れたりするので、よし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 、いや、これはやばい。決まってゆく。ちなみになんですけど、今日はね、このチャレンジの後にもう一本動画が出ますので、ぜひね、はい。チェック。よ、チェック。まあ、そんなわけで、あ、グッドゲーム。いや、マジで強いですよ。本当に。異論は認めません。いや、認めます。コメント欄で、普通に教えていただけると最高です。さあ、ラスト。いや、なんか、ウッドがいらねえな、これ。なんか、レベル11とかだと、しかも2枚とかだと。あと、
あと8枚集めないと次のレベルに上がらないってなんかモチベがね上がんないですね。あと 1,2 枚でカードのレベルが上がるんじゃっていう時はすごいこう来い来いってなるんですけど、あと8枚かって感じ。さあドライザーの適当に攻めてきます。なんかゴブリンバレル、ウォールブレイカー、スケルトンバレルぐらいはもう投げ放題ですね。投げまくって投げまくって対応してきたのを、まあ、ウィザードロケット奉仕とか吹き矢とかで後ろから流して相手のあのユニットにめがかないとジャンピングって感じなんですけど、めがないとかね、キョスケとかもあればね合わせられると思うんですけど、さあまあとりあえず、まあ、攻めて、でエレキとかもないんですけど、一応今回スパーキー用にはダクプリとあとスケルトン部隊がいるって感じですね。いやダクプリ個人的にいいな。なんかキョスケとかメガナイトの後ろにいるだけで相手きつくなってるっていうね。さあまあなんとなくインドラでも添えます。さあでこれはメガナイトで踏めばいいかな。いや踏まなくてもいいのかな。いや一応踏んじゃった。あはは、待って、めっちゃめんどくさいの出たけど、僕あれ5で多分飛ばせるんですよ。いい5だー。で、どんどん攻めてあげます。なんかね、回転が結構早いのかな、このデッキは。とりあえず攻めておいてあげるだけで、これ、メガナイトが竹取ってる両サイ。いや、優秀か？なんかこう、どんどん攻めて回収するっていう感じですかね。形作れたら作ってあげれば、さあ、勝ち、グッズ GM！ というわけで、余裕のね、12勝でございます。皆さんぜひねこちらのデッキ使ってみてください。検討ねあのコメントしていただけると最高でございます。というわけで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもはいよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またね。